サマン・サグ・ウェンドリン・キャメロンは、イギリスの保守党党首及び、イギリス首相、デイビッド・キャメロンの妻である。彼女は、スマイソン社のクリエイティブディレクター、高級インテリアグッズの店、岡の共同経営者でもある。1971年4月18日、サマン・サグ・ウェンドリン・シェフィールドとして、ロンドンで生まれた。父親は、第8代シェフィールド順男尺、レジナルド・シェフィールドで、 リンカーンシャー州の土地所有者である。約1キロ平方に広がる邸宅、ノーマンビーホールは16世紀からシェフィールド家が所有してきた。先祖の一人はヘンリー・パッセイの時代の会議長であった。母はアナベル・ジョーンズ・シェフィールドである。両親は結婚から5年後に離婚した。母はウィリアム・アスターと再婚し、アスター主爵夫人となった。 彼女は、ノース・リンカンシャー州の大邸宅で育った。名門私立校、マルボロ・カレッジで学び、A レベルを取得した。キャンバーウェル・カレッジ・オブ・アーツで芸術の基礎を学び、それから、西イングランド大学で、ファインアートの勉強を続けた。この時代に、デイビッド・キャメロンとデイビッドの兄弟・クレアを介して、出会った。1996年6月1日。 オックスフォードシャーでデイビッド・キャメロンと結婚した。長男イヴァン・レジナルド・イアンは2002年4月8日にロンドンのハマースミス・フラムで脳性麻痺と転換を持って生まれ、2009年2月25日、早朝、セントメアリー病院で6歳で亡くなった。長女ナンシー・グウェーンは2004年1月19日、次男アーサー・エールウェーンは2006年2月14日、生まれで、どちらも ロンドンのウェストミンスターで生まれた。2010年3月に4人目の子供を妊娠していることが発表された。同年8月24日にコーンウォールでの休暇中に王立コーンウォール病院で女児を出産、フローレンス・ローズ・エンデリオンと名付けた。先例名のエンデリオンはコーンウォール地方の成人、聖エンデリエンタから取られた。キャメロンの母方の祖,祖父は、 ロイター会長のロデリック・ジョーンズ教、ヒー・ババは、小説家、イーニット・バグノルドである。彼女の母と母方の祖母パンドラ・クリフォードはアスターや、出身者と結婚した。彼女のママ父は、ウィリアム・アスターである。1980年代のマーガレット・サッチャーを支えた、政治家、フェルディナンド・マウントも親戚である。ありがとうございます。